はいどうも佐々木です。今日もライトゲームやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今6時ぐらいなんですけど、ちょっと5時過ぎぐらいから普通に釣りしてたんですけど全く釣れんという。で今場所に変えたり手を変え品を変えやってるんですけど全く反応がなくですね、時間だけが過ぎてるっていう、そういう状況なんですけど、どうにかなんねえかな。なんか今当たったんすけど、フグかな、これは。フグっぽいっすね。ちょっとルアー交換しましたね。これルーディーでの魚脂メタルですね、 0.6g です。ちょっとめちゃくちゃ軽いやつで、ちょっとふわっと、かつこの手のやつだったらアシストフック2個ついてるんで、なんかじゃれつくようなあたりも絡め取ってくれるんじゃねえかっていう、そういう狙いなんですけどね。やっぱワームじゃねえと反応しねえのかな。なんかいろいろ群がってるんですけど、やっぱこれはフグなのかな。いや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 、やっぱこういうやつなんだな。すまん。へえ、くっそ、しびい。よいしょ、ちょ待って、フグじゃねえっぽいな。よっしゃ、アジか。よし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 、アジいるんだな、この辺。アジですね。ちょっと根魚系ね、好きなんですけどね、アジいるんですね、この辺。はい、なんかアジいるっぽいんで、完全にアジングのセッティングですね。34のダイヤモンドヘッド 1g に、同じくサイティ4の、オクトパスですかね。ただフグに食われて終わりのような気がするんですけどね。あっ、あー、すぐにもう食われてんじゃねえ。あ、そんなことねえか。まあまあでかい味ですね。ちょっと待って、絶対バラしたくない、絶対バラしたくない。もう抜いちゃう。
よっしゃ、おー、これはナイスなアジですよ。なんかその辺のどう考えても根魚風な場所にいましたね。軽く測ったら26、7センチぐらいある、結構いいやつですね。おい、ただ今日完全に根魚ネバリングとかしに来てたんで、何にも持って帰るもん持ってきてないんで、とりあえず今日は全部リリースですね。なんかここのなんか細い水路みたいになってるんですけど、ここだけなんか根魚系いねえかなと思ってここ通して、すでに、お、ここに魚溜まってんだな。魚しかもアジ。しかもまあまあ両肩っていう。よっしゃー、やったー、いいねー。わー、落ちた。オートリリース、オートリリース。うわ、出たよ。フグですよ、フグ。はい、とりあえずワームを月下美人のビームスティック極みっていうのにしましたね。やっぱフグやっぱいるみたいなんで、まあ、月下美人ワームの方が、まあ、フグに強いんでこれに交換しましたね。これもまあまあいい味ですねーって。くそ、昔アジング結構やってたんですけど、結局なんかサイズ全然出なくて、こんな15センチとかそんくらいのやつばっかなんで、なんだかなと思って、まあこういう G 層の方が人いないし、こういうとこでメバルやってる方がいいなと思って、メバルイング、どっちかっていうとアジよりメバル派になってたんですけどね。少なからずああいうのが連れてくれると面白いですよね。まあもう普通の魚釣れないかもしれないですね。ちょっと、ちょっと、よいしょ、アジやった。軽い方がいいんだな。これもフグじゃねえ。これはなんだ、アジかな。
ましょう。よいしょ、連発、よっしゃ。連発モード突入っすね。おっしゃ、来た。マジか。カウント10ぐらいでポツッと当たりますね。これ結構元気だな。そんなでかくねえけど。よいしょと。さっきまであんなに当たっていたのに、もう足速いっすね。ぱったり反応途絶えてしまったんで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日はちょっとデーメバリングっていう感じでやってきたんですけど、まあ、メバルは全然釣れずに、でなんやかんややってたらアジが結構釣れるポイントを発見して、まあ、結構アジング楽しめたっていう感じでしたね。で結構26、7ぐらいのやつもボンと出たんで、頑張ったら100ぐらいのやつも釣れるかもしれないですよね。ちょっと今度朝まずめのいい時間帯にこういう場所に入って釣りしてみたいと思います。とりあえず今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さよなら。